気に入ってるようだな。なぜそんなに驚く？そのノートの落とし主、死神のリュークだ。さっきの様子だと、もうそれがただのノートじゃないってわかってるんだろ？死神か。驚いてないよ、リューク。いや、待ってたよ、リューク。ほう？僕はすでに死神のノートを現実だと疑ってなかったが、こうしていろんなことを直視することで、ますます確信を持って行動できる。なるほどな。お前には驚かされるぜ。過去にデスノートが人間界に出回った話は、俺も何度か聞いたことがあったが、たった5日でここまでやったのはお前が初めてだ。波じゃビビってここまで書けない。覚悟はできてるよ、リューク。僕は死神のノートを分かっていて使った。そして死神が来た。僕はどうなる？魂を取られるのか？ん？なんだそれ。人間の作った勝手なイメージか。俺はお前に何もしない。え？人間界の地についた時点で、ノートは人間界のものになる。つまりそいつはもう、お前のものだ。僕のもの？いらなきゃ他の人間に回せ。その時はお前のデスノートに関する記憶だけ消させてもらう。じゃあ、本当にデスノートを使った代償って何もないんだな。強いて言えば、そのノートを使った人間にしか訪れない苦悩や恐怖。そしてお前が死んだ時、俺がお前の名前を俺のノートに書くことになるが、デスノートを使った人間が天国や地獄に行けると思うな。それだけだ。死んでからのお楽しみだ。じゃあなぜ落とした？丁寧に使い方まで書いて、間違って落としたなんて言うなよ。なぜかって？退屈だったから。退屈？You've taken quite a liking to it. No reason to act surprised. I am the Shinigami Ryuk. That used to be my notebook. Judging by your laughter, you've already figured out that what you have is no ordinary notebook.Shinigami, a god of death, huh? Well, I'm not surprised. In fact, Ryuk, I've been waiting for you. Oh? I've already figured out that this death note I found is real. It didn't take me long. And now that I've witnessed the proof of its power, I only feel more confident in what I'm gonna do. That's interesting. I certainly wasn't expecting this.Several Death Notes have made their way into the human world in the past, but you're the first to have written this many names. Look at how many people you've killed in only 5 days. Most are reluctant to write this much. I've already prepared myself, Ryuk. I used the notebook even though I knew it belonged to a Shinigami. And now that Shinigami has come, so what'll happen to me? You're here to take my soul, right? Huh? What do you mean?Is that some fantasy you humans came up with? I'm not gonna do anything to you. The notebook becomes part of the human realm from the very moment it touches the Earth. In other words, the notebook is now yours. This is mine? If you don't want it, just give it to someone else. But if you give it away, I'd have no choice but to erase your memories of the notebook.So then, you're saying I can use the Death Note all I want and I won't be punished? Let's just say this.
You will feel the fear and pain known only to humans who've used the notebook. And when it's your time to die, it will fall on me to write your name in my death note. Be warned, any human who's used a death note can neither go to heaven nor hell for eternity. That's all. Now you have something to look forward to after you die. Then why did you drop it in the first place? You even wrote down specific instructions, so don't try to tell me this was an accident. You're asking me why? I did it because I was bored. You were bored?気に入ったようだな。目の前の現実が信じられないか。今度は死神のゴテマシか。そのノートの落とし主だ。このノートを取り返しに来たのか。お前が手にした時点で、そのノートはもうお前のものだ。じゃあ引き換えに、俺の命を奪うのか。別に何もしやしない。ノートがいらなきゃ、他の人間にまずい。その時は、デスノートに関するお前の記憶だけ消させてもらう。本当に代償はないのか。強いて言えば、そのノートを使った人間だけに訪れる苦悩や恐怖。まあ、お前には無縁か。他の奴にも、あんたの姿は見えるのか。俺の姿が見えるのは、デスノートを触ったやつだけだ。お前の名前は？俺に興味があるのか？リュークと呼んでくれ。リューク。死ぬ気か？バーッ！うわぁ！うわぁ！俺様はそのデスノートの落とし主、死神のリュークだ。そんなに驚くことはねえだろう。お前だってそれがもう普通のノートじゃないってことは、わかってんだろ。人をやった気分はどうだ。
このデスノート、いらねえのか。神は魂を取ったりしねえよ。あれは人間が作った勝手な空想だ。人間界の地に着いた時点で、そのノートは人間界のものになる。つまり、もうお前のものだ。いりません。よいしょ。あーれ？いいのか？お前にとって都合の悪い人間の名前をここに書くだけで、この世から消せるんだ。それでもいらねえって言うなら、ノートに関する記憶は全部消させてもらう。そのノート使った代償って。代償ならもう味わってるだろう。こいつを持った人間にしか訪れない苦悩や恐怖。デスノートを使った人間が天国や地獄へ行けると思うな。あなたはなんで死神ってのもとあいつでよ。あんまり長く生きてても他にやることなくなっちまうのよ。だから人間が使うとどうなるか見てみたいんだよ。人間の欲の底の底をさ。夜神ライト、お前の欲は何だ？気に入ったようだな。よ、俺、リューク。なんなんだよこいつ。え、嘘。ああ幻覚だ。ああ幻覚。目の前に怪物が見える。奇妙な怪物が。じゃあ大丈夫、幻覚じゃねえ。俺は死神だ。うわー、ぐわー。ノートを落としたなあリンゴねえかな。リンゴ、俺リンゴ大好物なんだよ。死神。そう、死神。うわうわ、俺のノート。俺はただのノートじゃねえって知ってるよな。僕をどうする気だ。殺すのか、え、魂を取るのか。いやお前には何もしねえよ。でもな、死神に取り憑かれた人間は地獄を見るって言うぜ。はい。いや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 
人間界に落ちた瞬間からそのノートはもう人間界のもの、つまりお前のものだ。でもな、お前が死ぬとき、俺がそのノートにお前の名前を書く。それがデスノートを拾った人間と死神の間の約束事なんだよ。お兄ちゃんいる？入るな。ダメ。どうしたのよ。大丈夫。俺の姿が見えるのも声が聞こえるのもお前だけだ。うわー、なんでもない、ごめん。何？見て、ほら今買ってきたの。デスノートに触らせんなよ。何？大丈夫お兄ちゃん。大丈夫。で、何なのそれ？ミサミサのライブ。お兄ちゃんの大学合格祝い、ライブのチケット、気持ちは嬉しいんだけど。絶対すごいって。一緒に行くの。行かなきゃダメ。はいはい、分かった。すごいのね。やった I'm ready Yes I'm ready、 あなたもそうでしょ。ノートに触らせるなって。デスノートに触った人間は死神の姿が見えるようになるんだ。まあ、そうなったらやべえだろ。もうそういうことは先に言っといてよ。わちゅれてた。うわ何？いや人間界にノートが落ちたのはこれが初めてじゃないか。これだけの人間の一週間で書いたのは数を初めてだぜ、お前が。だってこの社会を見てみろよ。世界のために消えた方がいいやつばっかりだ。全てが腐ってるんだよ、リューク。腐った連中は死ぬべきなんだ。うわ、俺普通はビビって書けねえんだけどな。初めは怖かった。でもそのうち。そのうちなんだ？誰かがこの世を正しくしなきゃいけないって気がついた。だったら僕でもできるんじゃないかって。そのためにたとえ自分の精神も魂も犠牲にすることになったとしても、それだけの価値はある。僕には使命がある。今世界が気づき始めてる。ほら見てごらん、リューク。検索すると彼を崇拝するファンのサイトでいっぱいだ。キラ、僕をそう呼んでるみたいだね。キラ、救世主だって言ってるよ。救世主、世界中の人間が感じ始めてるんだ。誰かが正義の審判を下してるってね。もうじき罪を犯す人間はいなくなるはずだ。世界はもっといいところになる。僕がいい人間だと判断した人間しか生きられなくなる。おお、そうなるとも世界中に悪党はお前しかいなくなるな。何言ってんだよ。本気だよ、僕は。ずっと学年トップの優等生だよ。だから僕を選んだんだろ。お前が選ばれた？学年トップの優等生だから。ハズレ。俺はただノートを落としただけだよ。それをたまたまお前が拾った。だったらなんで落としたんだ。退屈だったからさ。